では、うん、あの利用者さんたちの生活についてちょっとお伺いしたいんですけど、はい、どんな風にあの1日を過ごしているのかなっていうのがまだわからないところです。それぞれなんです、うん、今うちのホームにいるあの利用者さん全部で5人いらっしゃるんですけど、お仕事をしている子もいれば、定時制の学校に通いながら、あのアルバイトをしているという子もいたりとか、あと今ちょっとあの仕事を辞めてしまって次の就職先どうしようって悩んでる子もいたりとかいう形なんで、その子その子でバラバラなんで、おおむねだいたい7時半ぐらいからはそのまあ、リビングが空いているので、うん、なのであの、まあ、それぞれのお部屋があるので、うん、お部屋から、まあ、それぞれのタイミングでリビングの方に降りてきて、でスタッフは誰かがいますので、じゃあ朝ごはん作るとかって言って自分で その、まあ、そこのホームにある冷蔵庫の中から、例えば卵出してきて目玉焼き作るとか、ご飯があるからご飯を装うみたいなことをしながら朝ごはんの準備して、で支度してお仕事ある子はお仕事に行くと、あと、まあ、お休みの日だったら友達と遊ぶ子は友達と遊びに行くみたいな形をして、で、まあ、それぞれの時間を外で過ごした後に、まあ、それぞれのタイミングで帰ってきて、まあ、お帰りってなったら、まあ、ホームで、晩ご飯の方はスタッフの方で用意をするので、それぞれが帰ってきたタイミングで、まあ、概ね大体6時過ぎには晩ご飯準備しているので、まあ、帰ってきたタイミングで順番にご飯を食べていくと、であとは自分の洗濯物を洗濯したりとか、まあ、リビングでくつろいでゴローンとしておしゃべりしたりとか、あとは部屋に入って自分の時間過ごしたりとかっていうことをして、夜になったらその各お部屋でおやすみなさいと、なるほど、いう生活です。基本的にはそれぞれの部屋で過ごしてというか、それぞれの個人の部屋があって、で、時間とかは決まっていないけれども、リビングに降りてお食事をする、でその時間は個々によって違っていいし、その準備するのかどうかっていうのも自分で決めていいということですね。はい、おっしゃる通りです。で、その、ご飯食べた後に日中どんな風に過ごすかっていうのは、その子その子で違うし、強制はなくって自由 で、ね、はい、で夕方になって時間6時6時とか7時6時ぐらいには大体あの晩ご飯、みんなあの早くはそれぐらいに帰ってくるので、そこから晩ご飯食べれるようにっていう形で準備しておる、あるので、それぞれが自分の食べたい量をよそって持ってて食べると、なるほど、そこはもう一人暮らしするための本当ステップみたいなのも感じましたね。なんか自分で作ったりとか、お洗濯して片付けして、っていうことですよね。本当にそうです。で最初からできるわけがないので、なので例えば一緒に作ってみようかっていうことをスタッフの方から声かけして、例えば晩ご飯作るとか、あと今ちょっと働けなくてお休みしている子だと、ゴロゴロしてるぐらいだったらちょっと手伝ってみたいな形で、あの晩ご飯作るのを手伝ってもらったりとか、あのリビングの掃除手伝ってもらったりとか、あの、まあ、お風呂も入った後は一応みんなのためのスペースでもあるので掃除してもらうので、でもちょっと掃除の仕方がわからないっていうなら声かけてもらえばスタッフが一緒にやってっていうのをしながら、まずはそこで一人暮らしの、まあ、疑似体験じゃないですけど、一通り必要なことを一つずつ掴んでいってもらって、なるほど、なんかあの寮母さんみたいな感じじゃないんですね、あのスタッフの方は。そうですね、基本的にしてあげるんじゃなくって、本当に自分でできることを少しずつサポートしていって、で、ご本人の気持ちにも寄り添って、本人が本当に今日絶対やりたくないって言ったらそこは無理強いしないってことですよね。お部屋入りました、今日はいいよって感じで、ちょっとあまりに出てこないと心配なので行くのはあるらしいんですけど。なるほど、なんか本当に家庭に似てるというか、そうですね、ステップの場所ではあるので、ただ家庭よりももうちょっと自分で頑張っていこうかっていうところが強い、やっぱり働いてそこの生活費として、うちの法人は月3万円なんですけど、その水道光熱とか家賃とか全部込み込みで、食事とかも全部込み込みで月3万円は負担してねということになっているので、それをなんとか稼いで
で、あと自分の例えば携帯持ちたいなら携帯代も稼いでってことをしていかないといけないので、なるほど、いつまでもお休みしているとそういうものができないなっちゃうので、じゃあ一定お休みした後にはじゃあどう働こうかっていう、なかなか自分でこう行けないならじゃあ一緒に例えばハローワーク行こうかとか、面接ここがあったけど一緒に行ってみないとかっていう声かけをスタッフも回していくという感じの場所です。その3万円、はい、っていうことでしたけれども、やっぱりお休みしてて体調も悪くてとかになったらそこが払えない場合もあるかなってちょっと思うんですけど、はいはい、そういう場合は今のところですか、ね、やっぱりそういう特別な事情があることは、施設の長がいるので、責任者がいるので、責任者の法務長とそのことでちゃんと話し合いをして、じゃあ例えば今月は難しいのが分かったと、じゃあ来月から例えば今本来3万だけど1万上乗せして4万ずつ払おうねと、で3ヶ月で返してねとか、あともうちょっと長いことそういうことがしんどいというのであれば、じゃあ分かって今月と来月は1万5千円ずつでいいよと、だけど後で少しずつ例えば5千円ずつ上乗せしてかちゃんと追いつこうねとかっていう個別の相談をしていきます。なるほど。そこのお金の面に対しても、やっぱり社会に一人で出た時のなんかこう練習じゃないけど、許されるってことないじゃないですか、アパートに一人で行って延滞したらその分免除されるってことないから、そういうことも少しちょっとステップになってるなって。そうなんです。そういうものがあっていたので、払えないからそこを追い出すってことはしないんですけども、やっぱり払っていけるような状態にならないと一人は難しいよねと、で携帯持ちたいっていうのは分かるけど、じゃあ携帯持った上でいろんなことをするにはお金がどうしてもかかるよねって、じゃあどれぐらいの収入があったらどれぐらいのことができるんだろうっていうことも、失敗も含めて、ホームにいる間であれば分かった、じゃあ来月からちゃんとくれればいいよっていう形でできたりするので、そこでいろいろ体験してもらって、一人暮らしに備えてほしいなっていう思ってます。なるほど。それも全部スタッフの方が相談に乗ったりとか、はい、時にはその施設長です、はい、さんですかね、にこう上と掛け合って一緒にこう話し合ってどうするかを決めたりとかってことですね。そうです。なので法務長の方からちょっと例えばなかなか働けないなってこう、でスタッフの方から声かけしてもなかなか難しいなっていうのであれば、法務長の方からどうしたみたいなことを声かけしてみたりとか、逆に子どもたち、利用者さんたちって、なんとなくこうこのスタッフにはこういうことを言いやすいとか、こっちのスタッフにはこういうことを相談しやすいとか、これを困ったらこの人に言うみたいな、なんとなく住み分けがあるので、そういうのありますよね。なので、家庭もそうですよね。お父さんの方に言うか、お母さんの方に言うか、おばあちゃんに言うかみたいなのと同じように、なんとなくそういうのがあるので、なんとなくそういうのをしながら喋りやすい、言いやすい、もしくは聞きやすい、頼りになるみたいな形の人と喋りながら一個一個積んでいくっていうみたいな生活になります。なんか子どもたちの様子は分かってきたんですけど、そうすると結構スタッフの方の力量じゃないですけど、かなり大変だなっていう印象あるんですけど、本当にそのスタッフに本当頭上がらないんです。本当すごいなと思います。何かこう資格がある方が働いてる感じですか？一応自立援助ホームという生活から、スタイルから、保育士さん、もしくは社会保険、社会保険福祉士さん、もしくは学校の先生、といった資格をお持ちであることが、一定数いらっしゃるっていうのが要件にはなってるので、全員ではないというか、全員ではないんですけど、一応そういう資格を最低限何人以上雇用してないといけないっていう、各ホームにそうなんですね、いうのは基準としてあるので、それは国が決めた基準ですか？そうです、そうです。国の方が持っている基準があるので、最低限その人数分、うちのホームだと3人そういう資格をお持ちの方がいないといけないと、になってます。随時いるんじゃなくて、いない時もあるけれども、そういうそのホームの中に3人いなきゃいけないわけじゃなくて、ホーム全体としては交代勤務なんですけど、その交代勤務の中のその交代勤務のスタッフが最低限3人資格を持てないといけない。5人のお子さんたちに、利用者さんたちに対して何人ぐらいのスタッフで日勤帯と、だいたい
日中だと1人ないし2人がいる、うん、で夜間だとやっぱり、まあ、1人ないし2人、うんまあ、深夜だと1人になることが多いんですけど、うん、あじゃあ参考体制ですか。そうですね、まあ、バラバラですね結構、うん、あのちょっと勤務としてはそういう、うんあのまあ日勤やられる方、まあまあ、遅くから次の日の朝までやられる方、うん、で朝からやるかあのそこの途中までやる方とかいろんなまたシフト組みながらやってます。なるほど、はい、へえ。で大体1人か2人は必ずいるように組んでいるということですね、はい、そうですね。誰かがいるとホームの中に誰か必ずいるという体制で組んでます。なるほど。先ほど言われたその資格、うん、保育士さんと社会福祉保健師さん、いや社会福祉士さんか、はい、社会福祉士さんか、はい、あと学校の先生かって、はい、それはどうしてその資格が必要なんですか。児童福祉の施設でもあるので、うん、一応、まあ、10代後半とはいえ児童福祉の施設ではあるので、うんうんうん、なので、まあ、学校の先生だったり保育士さんという方が、うんうんでまあまあ、もうちょっと広くしている意味で社会福祉さん、あの社会保健師さん、ん社会何福祉士です。福祉士だんだん混乱してきましたすいません。社会福祉士さんっていう形の、うんうん、なるほど。どちらかというと、うんまあ、児童子供の、うんうんうん、あの知識に長けたフォローに長けた方っていう、うんうん、そういう枠組みなんだと。うーん、なるほど。なんかあのその私の勝手なイメージですけど、うんうん、保育士といえば、まあ本当に小さい保育園の先生とかそのぐらいの子供を見ている先生の資格、はい、で、教員って言ったらやっぱ小学校中学校、まあ、高校までもありますけれども、うん、そういうなんか本当に学校に通って勉強してるっていう感じがちょっとするんですけど、うんはい、この施設ではその資格で子どもたちになんていうかそういう勉強とか教えてるわけじゃないんですよね、はい、この生活の中の生きるためのなんていうかステップを一緒にしていこうよ、はい、そういう学びをしていこうよっていう感じで接してるっていうことですね。そうです、うん、おっしゃる通りです。特になんか勉強しててほしいみたいなそういう感じでもないってことですか。そうですね、たまにいるので、あそうなんですね。それこそ中退しちゃったけど、うん、もう一回勉強し直して、うん、高2の資格取って、うん、短大行きたいって言ってる子に、うん、高2の資格のための勉強をっていうので、うん、うちの法人のスタッフたまたま教員免許を持ってる人いますので、うんうんうん、そのメンバーに聞いてるっていうのもあったりしますけど、うん、ただどちらかというとやっぱり生活の場なので、うん、多分保育士さんがこういうところに向いているのはやっぱり言葉にならないところを汲み取る力がすごく強い方が保育士さんかなと思うので、やっぱり、まあ、家庭にいろいろあった、まあ、虐待とかなんですけど、いう形で過ごしてきた子たちっていうのは言葉にするのがそんなに得意じゃない子が、やっぱり言葉にするっていうことを習慣化されてない子たちがいているので、やっぱそういう子たちがなんかこうどうしていいかわからないモヤモヤの中でちょっとした行動、あ、ごめんなさい、ちょっとした行動で、うん、ちょっとこの子の変化を汲み取るっていうのはやっぱ保育士さんすごいなって思うので、うん、そういう理由もあって保育士さんっていう資格が一つ入ってるのかなと思ったりもしてます、うんはい、これ実際に運営しだして気がつきました。なるほどそっかと思って